マイナ保険証についてね、心配してらっしゃる方、台風10号という大変な雨風の台風が非常に強い雨を各地に降らせているようですが、停電がめちゃめちゃ起きたんですね。ちっちゃな病院あるいはクリニック医院なんかだとですね、停電するともうマイナ保険証使えないですよね。ということは本人確認できないわけです。最も保険証などを必要とするときというのは災害時とか緊急のときが最も保険証などを必要とするときなどではないかと。マイナ保険証だけに一本化するというのはこれはもう絶対ダメですね。紙の保険証もきちんと利用できるようにする、どちらでも使えるようにすると、最低限の仕事だなと私この台風10号の停電を経験してですね、改めて強く思っています。でさらにですね、皆さんマイナカードに保険証を紐付けている方、保険証紐付けをですね解除してください。解除できますから、マイナカードを返却する、あるいは紐付けを解除する、紐付け解除したいんですって市役所や町役場村役場に行ってですね、区役所に行って解除したいんですって言えば大丈夫ですから。で解除すればですね、自動的に資格確認書という紙の保険書が送ってきますから、それで保険診療を受けられますんで、法律上は保険料を払っていれば保険診療は受けられるんです。マイナカードがなくても受けられるんです。自動的に紙の保険証が送ってくる仕組みも出来上がってます。だからぜひですね、危機的な状況が起きた時には紙の保険証が最も役に立つと、デジタルは停電の時に役に立たなくなるということをですね、今回の台風で私も経験しましたので、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。以上です。